はよくわからなかったが、このタンデム面白いな。2人で乗る用なんてすっごい変なのだ。おっとっとっと、曲がるのが少し難しいな。これよし、転校生、掛け声あげたらリナに合わせて体を傾けてくれ。おーし、行くぞ。スイスイ、いいぞ転校生、次は右だぞ。スイサーサー、バッチリだ。リナたちはあうんの呼吸だな。実はな、今日は萌木とタンデムに乗ろうと思ってたんだ。いつもリナの勉強を手伝ってもらってるからな、ちょっとしたお礼ってやつだ。でも萌木はあんまりタンデムに乗る気がない感じだったんだ。なら無理強いは良くないだろ、だって萌木へのお礼なんだもんな。だから萌木へのお礼は別のものにしようって思ったんだ。でもリナはタンデムってのにどうしても乗りたかったのさ。でその時頭に浮かんだのがお前だ。お前ならきっとダメって言わないと思った。お前はいいやつだからな。うん、前方に緩やかなカーブ発見、用意はいいか。スイサーさん、公園をかなり回ったな。お前まだ元気か。リナは全然元気と言いたいが、さすがに疲れてきたさ。というわけで最後にあっちの丘まで漕いで終わりにするぞ。あ、もし疲れてるなら後ろに座ってるだけでもいいぞ。リナはお前と一緒に自転車に乗りたいだけだからな。丘までのコース結構坂道だな。よーし、これは登りがいがあるぞ。リナはやるのだ。むっむっ、気持ちいいな転校生。水をかき分けるとな、手の中から泡がこぼれてくのがわかるんだ。それがリナの後ろに流れていって、リナは前に進むんだ。風は泡みたいに見えないけど、水の中に潜っている時と違う気持ちよさだ。転校生もそう思うか。そうか、リナはお前が同じように思ってくれてすっごく嬉しい。おい、もうすぐ丘に到着だぞ。転校生、最後の踏ん張りだ。それスイスイ、楽しかったな転校生。丘から見渡した景色はなかなかのものだったぞ。今日は一緒に遊んでくれてありがとな。またよければタンデムに誘ってもいいか。うん、お前がいい。だってお前となら楽しい時間が過ごせる。そっか、転校生も楽しかったならリナも嬉しいぞ。さ、学園に帰ろう。明日からまた頑張ろう。